はい。 えー、皆様ご無沙汰しております。サンコンです、えー。このチャンネルは24歳で現役を引退した元サッカー選手がセカンドキャリアでこう成長していく姿を投稿するラブストーリーのチャンネルになってます。でサンコンの大ファンの方々はご存知かと思いますが、サンコン今実はあの募金2級の、えー、合格に向けて ずーっと勉強してました。で、インスタグラムのストーリーやツイッターでは途中経過をずーっと報告してたんですけど、8月30日、やっと、えー、二2級、合格できました。で、今日は、まず、簿記とは何なのか。そして、なぜ三根は簿記を勉強しようと思ったのか。で、3つ目が、簿記の勉強期間、どういう状況だったのか。簿記勉強を終えて、三根はどう成長したのか。 この4つを、えー、話したいと思います。まず1つ目の簿記とは何なのかっていうところなんですけど、簡単に言うと会計知識になります。で企業のいろいろな取引を帳簿に記帳して、大きく言うと2つの財務書表を作成するという、職種で言うと経理の方とかが必要な ま、知識になるかなと思います。で、二つある財務書表の一つが、まあ、損益計算書というより、まあ、いわゆる PL と呼ばれているものです。これは何かというと、まあ、一定期間ですね。例えば、2022年の、えー、この会社の、まあ、営業成績。こちらになります。まず、まあ、売上高ですよね。今期1億円売上,上げ上げました。ただ、この売上1億円。 これが全て利益ではないじゃないですか。でその売上げにかかった売上げの原価というものがあります。でその売上げ高と売上げ原価を差し引いたものが売上げ総利益。では、その売上げ総利益がその会社の利益かと言われればそうではないですね。その売上げ利益から半間費と言われてる、まあ、例えばですけど、家賃とか、水道光熱費、あとは社員の給料とか、 そういったものを差し引いて残ったものが営業利益になりますで。営業利益っていうのはその会社の本業で得た利益です。ただ会社っていうのは本業だけではなく、まあ他の利益もあります。例えばですけど、株とかを持っている配当金であったり、で、また営業外でかかる費用もあります。お金を借りていてそれに対する支払い利息であったり、ただ本業以外の利益と費用を差し引いたものが 経常利益になります。ここに、特別利益と特別損失となります。例えば特別利益というと、建物を売ったとか、逆に言うと火災で建物を損失してしまった。特別損失。こういう経常利益に、特別利益や特別損失を足して差し引きしたものを、税引き前、当期、純利益になります。ここから、えっと、税金を払います。 この税引き前、当期、純利益に税率をかけたものを法人税、住民税、事業税としてお支払いして、税引き前、当期、純利益に税金を差し引いたものが、当期の利益になります。なので、その会社の1年間の利益を出すのに、これだけのこう、いろいろなこう、計算がされているっていうことになっています。でもう一つの財務諸表が貸借対象表。 いわゆる BS ですねさっきの損益計算書っていうのは、まあ、1年間の成績なんですけどこの BS 貸借対象表っていうのはこのこの日、えー、2023年1月1日資産負債の状況を把握するものが貸借対象表になります左側は会社が持っている財産の全てですで右側が財産の元となったお金の調達方法で上が負債ですね 返さないといけないいいとけ会社の資産と負債のバランスをしっかりと見るっていうのがこの貸借対象表になります。この損益計算書と貸借対象表のつながりをまとめたのがこの画像ですで。会社というのは利益を出して、まあ、こういったお金の流れで、純資産、繰越利益、剰余金っていうところに、損、えー、益計算書で出た当期純利益を積み立てていくと。 なのでこの BS の右下の純資産の部分ですね。ここが大きくなっていくっていうのがまあ会社としては理想の動きになります。会社全体のまあお金のことを考えるまあ経営者にはもう必須のスキルになってます。でなぜ3ンコンが簿記を勉強しようと思ったのかというと、まあ、2年前に宅建勉強を終えて、なんか次自分に何が必要なのかなっていう。 レベルアップするために僕が大リスペクトしてるあの金融系 YouTuber のリブダイ両学長がですねもうずーっとその「簿記を学べ簿記を学べ」学べっていうのを、まあ、口うるさく言ってたんですでこの資本主義社会を生きていく上で簿記の知識を持っていないっていうのはコンパスを持っていないようなもんだとで最初佐野はね簿記って何やねんと思ってもうネットでたくさん調べたんですよそしたらホリエモンとかね広も 母規は絶対に学んでおけと時代が変わって、いろんなこう、必要な知識は変わってくるけど、土台にあるのは簿記だと。簿記なくして成功することはないっていうのを、あの、堀江門や、ろゆきあとはあの、世界的なあの、投資家も、ウォーレン・バフェットさんが、娘さんに会計知識だけは学んでおけと。両学長が言ってたのが、 もちろんその自分で個人事業主として副業とかスモールビジネスを始めるときは間違いなく必要になると。ただ、サラリーマンでも、雇われのみでも、 簿記を学べっていうのを強く言ってたんですね。でそれはなぜかというと、簿記を学ぶと、要は財務諸表が読めるようになって、コスト意識がつくらしいんですよ。簿記の感覚を持っている社員と持っていない社員では、もう社内での立ち振る舞いが全然変わってくると。でより経営者が求めていることを理解できて、経営者目線に立って会社を見れるようになるから、会社内でも間違いなく出世をすると。なので、個人事業主、経営者、 だけではなく、雇われ身のサラリーマンこそ、簿記を学んで、より経営者目線で仕事をしていけっていうのを、両学長は言っていて、なるほどと。今、参考に必要なのは会計知識だと思って、即、クレアールさんに入学しました。簿記の勉強を始める前に、どれぐらいの難易度なのかなと思って調べたんですよ。で、卓研取得は、ま、300時間から400時間と。 で募金2級に取得にかかる時間が、だいまあ200時間って書か,かれてたんですよ。要は、卓権より難易度低いですよっていうことなんですね。僕、卓権合格にかかった時間が、本当に全て合わせると、8ヶ月から9ヶ月ぐらいなんですよ。なので、募金に関しては、あ2級だったらまあ、半年ぐらいかと思って勉強を開始したんですけど、 まあ、あの、底なし沼にはまったように、1年10ヶ月かかりました。僕の感覚で言うと、卓研より難しかった。っていうのが、素直の感想で。で、まあ、2級の勉強も一通り終えて、もう大体はもう理解したと。会計知識、簿記のことをもう理解しました。ただ、えー、100点中70点、全く届かない。40点、50点ぐらいのレベルなんですよ。これ、2級取る、 意味あるんかななみたいな2級合格したとて別にね資格手当が出るわけでもなければうんなんかこれキングコングの西野が言うオーバースペックっていうもうそこまで極める必要がない無駄な時間なのじゃないかなみたいな次の勉強したいなっていう取らずにただなんか募金2級合格すると宣言しておいてあとちょっとのところまで来てやめるのが嫌で絶対これも 取らななんか負けた自分に負けたみたいになると思って途中であ,あのインスタツイッターにね僕が簿記、えー、の勉強の投稿しているとすごく応援してくださる方がいてなんかこんな応援の言葉もらいながら途中で諦めるっていうのはなんかその人たちにも申し訳ないなって気持ちもあってだからもう絶対もう取り切ろうと思って最後やりました簿記勉強をする前とした後とで3コ、まあの中でどんな変化があったかというとやはりあの両学長が言ってたように すごくコスト意識がつきましたね。今までは売り上げを上げることだけを考えたり、ただ結局利益が残らないと何も意味ない。売り上げが2倍になったとて、販管費がね、2倍になれば、まあ利益はあまり変わらないわけで、なんかすごくこれ利益っていうところに対しての意識がついたなっていうところと、あとは BS の要は資産引く負債。 純資産。例えばですけどで、500万円今貯金がありました。負債っていうところをしっかりと引っ張り出して意識していないと、自分は現金500万持ってる。じゃあ例えば50万円の何か、えー、買いたいものがあった時に、まあ、500万円もあるし、買おうかっていうような感覚に人間になると思うんですよ。ただそこで500万円貯金があるけど、じゃあ自分の負債、例えば住宅ローン、車のローン、す、え、べ、ー、てのローンっていうのを負債の方に書き出して、じゃあ今自分はいくら負債があるのか。 例えば450万円負債がありますと。じゃあ500万円現金持ってても返さないといけないお金が450万円あると。となると自分たちが使える純資産っていうのはま50万円なわけですよ。買いたいものが50万円だった時に、果たしてそれを自分たちの家計の中で買っていいのかとか。資産 引く、負債、イコール純資産。すごく単純なんですけど、この負債のところを意識するっていう感覚も身についたなと感じてます。今自分が勤めてる会社も3ヶ月に1回、まあ、その役職者だけのミーティングが東京であって、まあ、その時にまあ社長が色々経営の話をするんですけど、 そこに対しても、もうついていけるんですよ。多分、募金を学んでなければ、もう何言ってるんだ、みたいな。お金の流れも理解できなければ、自分が会社から何を求められてるかも全然理解できてなかったと思うんですけど、なるほどえ。自分は会社の、えーまあ、利益の中の、ここの営業利益とか、パ、まあ、ラリ、そこのね、求められてるんだな。両学長がサラリーマンこそ募金を学べって言ってた意味がわかるというか、一番自分の中での変化は、 お金の管理をしたたくなったんですよで昔から僕のことを知っている人っていうのは分かると思うんですけどすごくお金に無頓着で自分の貯金がいくらあるかとか今月何円使っていいかってもう僕そういうの全然考えないような人間でもうバン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 お金を使っていくサッカーやってる時なんてもうカードで払ってもうすごいことになって結局現役に対した時にはもう親に借金があるような恥ずかしい。 人間だったんですよで結婚してからも家計簿は全て大将に任せて自分の家は毎月固定費がいくらかかる家なのかも分かってないそういう人間だったんですけどをを学んですごくくお金を管理したくなったんですよあなるほど今自分たちの家は毎月最低でもいくらかかる家なんだなと今え毎月毎月え大将と、えー、家の中で損益計算書と BS を毎月作っていろいろ打ち合わせしてね こ,こ,抑えていこうとかこの1年10ヶ月で簿記を学んでこの簿記で身についた感覚っていうのは体に染みついているので今後の人生にも間違いなく生きるだろうなともう早いうちに簿記を学んでおいてよかったなっていうのが今の正直な感想です簿記を取り終えたんですけどまだまだなんか満足できなくて次したい勉強もあるのでまた次の動画で報告させていただきます でその勉強を終えた後にまたしたいこともあるんですよ。だから次の勉強を早く終えれるように頑張ります。今日は、簿、え、記、ー、2級合格3コン。おめでとうございます。